みなさんこんにちは、しなたんです。はい、ということでですね、ちょっと前に20万人を突破いたしました。20万人突破企画で何かやれたらいいなっていう風に話したと思うんですけど、20万円分を買い物してみたっていう企画をやろうかなっていう風に考えていてですね、でね、私ずっと欲しかったものがあるんですよ。ポンって買えるお買い物ではないので悩んでいたものがあったんですけど、この機会についにそのずっと欲しかったものを買いました。それがですね、じゃーん、こちらでーす。プラダさんを買ってしまいました、ついに。いやー、私も大人になりました。プラダって言ったらもうね、憧れのブランドですから、まさかこの時が来るとは、自分へのご褒美も兼ねて買おうと思いまして、じゃーん。まあこのサイズ感と言ったらね、多分わかると思うんですけど、20万円分のお買い物って考えた時に、いろんなものをバーって爆買いするのもいいかなと思ったんですけど、やっぱドーンとこうメインになるような商品があった方がいいかなっていう風に思ってて、なので今回このブランド物のバッグ、言っちゃった。そうなんです、バッグなんですけど、メインとなるようなねバッグを買ってきました。それがこちらでーす。じゃーん、もうめっちゃ可愛いんですよ、これが。ずっと欲しくて、一番人気のバッグで、私が今回行ったのが渋谷の宮下パークのとこのプラダなんですけど、結構やっぱ売り切れが多いらしくって、再入荷したばっかりなんですよって言ってて、運よくゲットできました。こんな感じで、え、どうですか、もうめっちゃ可愛くないですか。こうやってショルダーになって、でここにねミニポーチがついてるんですよ。なのでここにはエアポッツ入れたりとか、リップ入れたりとか、あと鍵とか入れてもいいなって思ったんですけど、で生地はねナイロン素材で、意外とスポーティーな格好にも合わせやすいし、デザインもシンプルで上品な洋服とかでも合わせやすいかなっていう風に思います。ちなみに今日これ下スウェットなんですけど、ジャケット着ててベスト着ててって感じなんですけど、私の今日のこの格好ともとっても合うし、まあブラックのシンプルなバッグなので何でも合わせやすいなと思ってこちらにしました。もう一個ね新作があって、それとめっちゃ迷ったんですけど、でも結構店員さんにはこっちをおすすめしてもらってて、やっぱこれが人気ですよって、定番ですよって言ってて、一つ定番のバッグあったら絶対使えるし、秋も着にくそうかなと思ってこちらにしました。もうね、何ウェイになるか分かんないぐらいいろいろあって、まずこれがね付属のチェーンなんですけど、これをつけるとこんな感じで、このベルトも取り外しができるので手で持つこともできます。このチェーンをつけたままこうやってショルダーでかけて持つこともできるし、あとねこのベルトなんですけど、これがもうほんとベルトになるらしくて、ここをどうすんだろう、これとこれをくっつけるのかな、こうやって使うこともできますよって店員さんが言ってて、今ジャケットをこうやってベルト巻いて着る着方も流行ってたりとかするので、こういう使い方もあるらしい。こんな感じ、やっぱこのねミニポーチが可愛いんですよね。これも取り外しができるので、このポーチだけこのままつけて買えるし、自分の持ってるバッグにつけてもいいし、ベルトループとかにこれだけつけてもいいしみたいな、いろんな顔を持っていてすごく楽しめそうだなと思ってこちらを買いました。私今回プラダで買うの初めてだったんですけど、やっぱテンションが上がる、本当に可愛い。サイズ感も結構ちっちゃめなんですけど、私日頃から割とちっちゃめのバッグが好きでよく持つので、私はすごくねちょうどいいサイズ感です。どうですか、このバッグが似合う女性になれるように頑張らないと。頑張ります。いや本当に可愛いな、嬉しいな。ナイロン素材だからね、めちゃくちゃ軽くって持ってる感じが全然しないんですよね、本当に。でね、気になるお値段だと思うんですけど、迷っていた方、新しい新作の迷っていた方が、まあ、同じような形のやつで、ちょっとこのバッグのデザインが違ったりとか、レザーが一部分だけ使われてたりとかしてたんですけど、それが24万のプラス税とかだったかな。なのでまあ多分30万円近くぐらいになってしまうんですよね。でも今回はやっぱ20万に突破っていうことで、20万円分のお買い物っていうことなので、それだとやっぱ趣旨とずれてくるかなっていうふうに思って、今回こっちのバッグにしたんですけど、このバッグのお値段がそもそもこちらなんですよ。ちっちゃすぎて見えないかもしれないんですけど、これがね15万9500円なんですよ、税込みで。そうだからまだあるんですよ。20万円いってなくって、これだけだと。で、まあ、どうしようかなって考えてる途中です。そうだから残りでこれ買いましたとか、なんかそういうのが今はなくって、まだすごく満足しているので、だから逆に何に使おうかなっていう風に今考えてるんですよね、今の段階だと。まだだからどうしようかなっていう風に思ってます。せっかく使うんだったらやっぱり自分の満足いく形で使いたいので、まだ考え中なんですけど、これの4万円また後日欲しいものが決まった時に皆さんにお見せしようかなっていう風に思うので、とりあえず今日はこちらを奮発してゲットしてきました。本当に本当に嬉しい。はい、
ということで、じゃあまた後日になると思うんですが、動画回したいと思います。ということで一旦今日はここまでです。はい、ということでですね、あれからまあ数日が経ちまして、残りが4万500円、約4万円ぐらいなんですけど、あれから欲しいものを考えていた時に、あ、そういえば私ストーブっていう鍋があるんですけど、それがずっと欲しかったんですよ。なんか前にお母さんにプレゼントしたんですけど、すごい良かったらしくって、結構たくさん使ってくれてて、で、あ、なんか私も欲しくなってきたと思って欲しかったんですけど、それが結構いいお値段するので、それにしようと思ってそれを頼んだんですけど、32,700円でした。通販で頼んなので、まだ届いてはいないので、また届いたらあの動画でお見せしようと思うんですけど、なので残り7,800円残っていて、まあ、約8,000円ぐらいですかね。何にしようかなって考えた時に、引っ越したばっかりなので、まだ私ルームフレグランス、ディフューザーとかっていうものがなくって、そういう香り物が欲しいなっていう風に思ってたんですけど、ずっと気になってたところがあって、じゃん、こちらなんですけど、ディプティックっていう、聞いたことある方もいるんじゃないかなって思うんですが、ディプティックっていうフレグランス系、香水もあるし、ボディクリームとかルームフレグランスとかキャンドルとかもあるんですけど、すごい私気になっていて、あ、そういえばディプティック行ってみたいなと思って行ったんですけど、ちょうどいいぐらいのお値段でルームスプレーみたいなやつがあって、まあ、これにしようと思って買ってきました。これがね、すごいいい香りなんですよね。ルームスプレーの、私はミモザっていう香りを選びました。結構たくさん種類があってすごく悩んだんですけど、店員さんと一緒に考えていろいろ嗅がしてもらって、このミモザっていう香りがすごくタイプだったので、こちらにしました。もうこの開けてるそばからすごいいい香りがする。じゃーん、こちら。パッケージもこういうなんかシンプルな感じだけど、すごいおしゃれで、なんかこうインテリアみたいな感じでポンって置いてあってもすごく可愛いです。これがお値段が8,690円なので、これで20万円分のお買い物ができました。ちょっとオーバーしてしまったんですけど、ぴったり見つけるのはすごい難しいので、まあ、約20万1000円ぐらいかな、1000円ぐらいオーバーしちゃったんですけど、多めに見てください。すごいいい香りなんですよね。店員さん曰くフル量とかにもよるけど、だいたい2時間ぐらいは持ってくれるって言ってました。ちょっと振ってみますか。うん、すごいいい香りがします。どっちかっていうと柔らかめな感じの香りで、ふわっと香るような感じなんですけど、お花なんですけど、ミモザって甘すぎないし、でちょっと爽やかな感じもあって、私はとっても好みな香りだったので、こちらを選びました。はい、ということでストーブの鍋が残ってると思うので、またそれが届いたら動画回したいと思います。はい、というわけでですね、ついに届きました。じゃーん、めっちゃ重たいんですよ、これが。ということで開けていきましょう。ハサミ、ハサミ。よし、じゃあ開けます。オープン。よいしょ、よいしょ。おい、じゃーん、届きました。ずっと欲しかった念願のストーブのお鍋です。これね、色が結構いろんな種類あるんですけど、お母さんには深い赤、おしゃれな赤なんですけど、こちらのねカラーにしたんですけど、私は今回じゃーん、こちらにしました。可愛くないですかこの色。グレーかな、色の名前がちょっとグレーですね。サイズの大きさ、サイズの大きさ、直径の大きさ、サイズがいろいろあるんですけど、私はまあ一人なので22センチにしました。一人暮らしにしてはちょっと大きいのかな、このぐらいです。お米も炊けるんですけど、お米も土鍋で炊いたみたいな、すごい一つ一つが立つんですよね。まあ、煮物作ったりスープ作ったりとかできるんですけど、見た目も可愛いしおしゃれだし、めちゃくちゃ重いんですよ。でも本当に、なんだろう、4キロぐらいあるのかな、すごい重たいんですけど、でもすごくしっかりした鍋なので、大切にずっと使っていきたいなって思います。イエーイ。ということで20万円企画ですね。今現在がプラダのバッグが15万9,500円で、ディプティックのルームスプレーが8,690円なので、その合計が16万8,190円だったんですけど、こちらのお鍋がなんかポイントが使えてちょっと安くなったんですけど32,700円なので、じゃん、こちら20万890円ということで20万円分使い切りました。
私は20万円はこのような形で使いました。一番メインはやっぱりあのプラダのバッグなんですけど、全部本当にずっと欲しかったものなので、この機会に変えてとても嬉しいです。またシュナハンでもあげようかな使っていきたいと思います。というわけで改めまして皆さん本当にありがとうございます。この企画を提案してくれた方も本当にありがとうございます。私とこの企画になっちゃってないかすごい心配なんですけど、皆さんもプラダ20万円で何買うんだろうって楽しんで見ていてくれたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。